これが君たちの局長？本当に？なんか弱そう。私だったらこんな上司嫌だけど。あ、カバン引っ張らないで。武器は戦場でこそ輝く。でしょ？はあ、全身血まみれ。私、次は見てるだけでいいよね。こんなのに勝てないなんて、死んだ方がマシ。君たちの悪意、いただくね。悪夢が終わった。せかさないでよ。できたらそっちに送るから。あ、君か。うわあ！この呪いの人形かわいい。切り裂いて炉の燃料にしてあげたいな。うん、今すぐ注文しよう。プレス機なんて可愛くないもの絶対使わない。機械で作った量産品より丹精込めた手作りの武器の方が気分も乗るでしょ。ニューシティのあの弁護士も政治家も本当に軽蔑する。どいつもこいつも口先ばかり。ナイフでサクッとやっちゃえばいいのにな。うん、刀身もいいしバランスも完璧。次は塚だね。やめて！これ以上触ったら炉に入れて燃料にしちゃうから。いつもは君の副官が注文に来るのに、今日は自分で来たんだね。もしかして君も悪意に満ちた武器が欲しくなった？ようやくその気になったかな。私でもいいけど。その代わり、工房には誰も入れちゃダメだからね。終わったわ。あの二人が喧嘩しなかったのが残念。ああ。技術力アップ！